今日はね、代表の矢田さんにね、ぶっちゃけていただこうかな。そうですね、結構書きましたよ。結構自己評価させる球団があったの、自分の能力を。あ、書く書く。あ、そんな全部書く。全部書く。3人中2人呼ばれて俺だけ呼ばれないみたいな。いにご野球大学、はい、はい、今回はドラフト直前スペシャルとなってます。進行は球団職員の戸田と球団代表の矢田です。で、ドラフト直前スペシャルということで、まあ、この時期によく聞かれるのは調査書が届く、うん、でこの調査書って、まあ、テレビとか、ね、雑誌とかでよく聞くんですが、うん、何ぞやと意外と知らない人多いよね。こうどういう風な流れでドラフト指名されるんですかって話聞かれるときに、うん、まあ、ドラフト指名されたことないんだけどね、あの可能性がある人はどんな人なのって話するときにやっぱどうしてもこう調査書が届いてないと、うん、まあ、ほぼ確率がない。あ、みんな調査書届いてからドラフト指名されるから、こうね、よくおじさんとかやる俺指名されるかもしれないみたいなギャグも、やっぱりこう調査書届いてないとやっぱ成り立たないっていうことなんですよ。で、その今回はその調査書について、うん、まあ、話せる範囲で、なるほど、はい、お話ししてみようかなという機会になってます。まあ調査書ということでね、多分たくさん書いたであろう、はい、ね、ちょっと今日はね、代表の矢田さんにね、はい、ぶっちゃけていただこうかな。そうですね、もう結構書きましたよ。まあ知ってます。あ、そう、多分指名されてない界隈の中で一番調査書書いてる自信ある俺一番書いてる多分。なかなかね、はい、なかなかね、本人がこうやっていじっていただけると僕も助かります。いや、はい、いじっていいですよ、全然それはもうじゃあ今日は、はいはい、矢田誠吾代表、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いろいろ聞いていきたいと思うので、はい、そもそも調査書ってのは、うん、どこから来るものなんですか？ NPB からですか？すぐ球団とか。NPB の各球団から届きます。だから各球団があなた取りたいですよって、まあ、ある意味獲得の意思があるよ。そうだね。獲得の意思がありますっていうので、調査書をこう持ってきます。うん、で、それってチームごとにあって、それは多分やだです。だいぶ何球団書きました、ちなみに。ちなみに11球団。11球団書いて。じゃあもう多分。11分の0でした。その顔やめてまあじゃあほぼ全球団書いたことがあるってことなんですけど、はい、すね、書式、書く内容とか書式ってのは一緒、それともチームごとにバラバラなのか、多分バラバラ、各チームバラバラなんだけど、うん、同じところがあったので、多分大元のこうテンプレートというか、昔は統一だったのかな、わかんないけど、こう何球団か全く同じのがで、それ以外の球団でこう何個か違ったりとか、あ、めちゃめちゃ書くの多い球団とかあったりする。基本的に書くこと、共通のことって何がある？学歴、旧歴、うん、あとね、監督、中学校の監督コーチの名前とか、あと、まあ、家族構成とか、はいはいはい、それやったかな、あと 50m 走とか、遠投、あ、まあ基本的なスペックね、うん、とか、視力とか、あ、身長体重とかもあるね。結構エントリーシートチックな、あ、エントリーシートチックだね、うん、意外と、あと、うんうん、あと性格とかもある、長所、あ、自分の長所短所みたいな、自己 PR じゃん、自己 PR 完全にエントリーシートじゃん。俺を書くとき、みんなね、就活やってた同期とか、みんな同期に聞いて、あのエントリーシート書くとき、長所短所ってどうやって書くのって聞いて書いた記憶があります。一緒ですね、就活と。まあ、結構ね、僕もあのインディゴ選手何人か書いてるのを間近で隣に見てたんですけど、はい、まあ、そうですね、性格書くことにかなり苦戦してましたね、うん、短所って聞かれて、短所答えつつもなんかちょっと長所につながってるみたいな、そういう長所と短所は表裏一体みたいな感じで書かなきゃいけないんだけど、あの彼らはまんま短所書いてて、あの少年野球の章がね、あの小さい方だったあの少ないじゃなくて小さい方書いてて、かわいらしい、かわいらしいですね。そうね、結構こうコピーして、うん、あ、そうね、書いた。ボールペンってことは手書き、手書きはほとんど全部手書き、手書き全部手書き。で、その手書きの紙ってのはどういうふうに送られてくるんですか？大学に送られてくる、それとも手渡し？いや、大学に送られてきて、大学か、まあ、社会人だと社会人だから、うちだったら球団、社長に行くのかな、基本的には、うんうんうん、こう封筒に、各球団の封筒に入って、はいはい、スカウトの方から渡される。で、中身はもうその調査書1枚だけ、うん、それを書いて、あとは返送するだけ。そうね、そこは結構アナログというか。そうだね、多分昔からずっとそういう形でやってるんだろうな。手書きなんですね、まだ、うん、いつ頃届くんですか？例えば今回10月26日だけど、うん、ドラフトの何日前ぐらいに調査書って大体届くと思うんですか？ギリギリの人から、うん、めちゃめちゃ早く着く時もあるし、多分リーグとかにもよるんじゃないかな。そう、でもなんかメイン大会をやっぱスカウトの方ってよく、なんていうの、
注視して見てるから、うんうんうん、あ、甲子園終わった後ぐらいじゃない、終わって一通り多分高校生を見て多分会議とかするんでしょう、はい、会議してよしこの子たちに招待状渡そうってなって、そこから渡し始めるって感じかな。とまあね、球団社長の南さんに聞いたところ、うん、1週間前ぐらいで大体全部終わるって言ってました、うん、結構ギリギリまで、本当にギリギリまでですね。まだこの収録がしてる段階では、7球団からこう、まあ、出しました、あるいはありませんっていう連絡が来て、うん、だから残すは5球団なんですけど、うん、これ2週間前です今日、うん、なのでまだまだあと1週間のうちに届きそうだなっていう、うん、本当ギリギリですね、うん、かなり多分なんていうのかな、独立リーグはこうね、ちょっとまあ下の順位の人が多かったりすると思うので、うん、こうピースをこう当てはめるように、そう、ね、最後この子足りない、この子取りに行こうっていうチャンスもある場所だから、うんうんうん、そういった意味ではギリギリまでチャンスはあると思います、まあ、野球歴とかもそうですけど、学歴も成績はさすがに書かないですか、学校の成績は書かない、さすがに、うん、書かない、野球の成績は書く、成績っていうのは例えば通算何本とか、いや、金の成績かなとか、大学通算の成績、うん、高校通算の成績とか、あ、だからエントリーシートの職歴的な感じで、小学校の時〇〇大会準優勝とか、あ、書く書く、あ、そういうの全部書く、全部書く、あの旧歴書くとかあるから、僕だったら川口伊藤美世界大会準優勝とか、東日本ジュニア全国ベスト4か、さらっと言わないでくれるか、高校春優勝とか、ね、一番いい成績は最高成績を書く、はいはいはい、ちなみに日本代表経験を書くの、日本代表書く、はぁ、全部羨ましい、まあ、一応ね、多分絶対向こうももちろん知ってるんだけど、うん、ちゃんと一応書いたの俺は、あ、ちょっとまあ矢田さんはね11球団書いたということで、うん、なんかちょっと変わった質問とかありました、変わった質問、ちょっと球団名は出さなくていいですけど、結構自己評価させる球団があったの、自分の能力をパワー見それはどういう風に書くの、 ABCD、 あ、 ABC、 あ、自分でパワープロ能力作る、そう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 、ちなみに矢田代表なんて書いたの、オール A にしたからいや、ちょっとオール A じゃなかった気がする、さすがに、でもまあでもそれに近い、でなんかまあ良さげに書いて、良さげに書く、インディゴの選手はね性格面があって、うん、能力的には書いてなかったけど、うん、性格面はみんな A にしてました、あ、迷うことなくみんな A にしてみんな自分の性格に自信がある、自信があるけ、まあいい子たちですからね、はい、そこはもう野球には一生懸命だし、はい、他には何か変わったものですか、変わった質問か、何かあったかな、プロ野球界の思いを書くところが、プロ野球界の思い、まあその球団に NPB に入るってことに対しての思いみたいな、そう、僕はずっと小学校から野球、プロ野球選手になることを目標に野球やってきて、うん、ついにここまで来たのでリフトに入って、活躍したいと思いますみたいな、こうそういう、あ、ことを書く欄、まあ、入志望動機、志望動機、志望動機、志望動機書いた、本当にエントリーシートだね、うん、志望動機書きました、はい、だからね、矢田さんさっき聞いたんだけど、誰よりもちゃんとした志望動機書いた自信がある、うん、一生懸命書いた、あの文字とかもちゃんとこう、なんていうの、大体この枠で数幅ってこう何文字、あ、じゃあこう何文字以内に収めることを書かなきゃいけないってなって、そこから考えて、完全にエントリーシート、だってエントリーシートの書き方を教わりながら書いたから、ね、そうですよ、まんま一生懸命書いたんですけどね、そうですよ、僕は2000字手書き書きましたよ、エントリーシートで、そういうね、それにしたら、それに比べたらすごい短い、あの、あれです、うん、自己 PR でしたけど、無駄にというかコピーして1枚清書書いて、うん、それを2度清書してた、うん、2回書いてた、えらい、あのね、それで何時間ぐらいで、ああ、どんぐらいなの、でも1時間ぐらいだと思う、1時間ぐらい、うん、ああ、やっぱ早いですね、インディゴン選手2時間かかる、いやー、まあでも大変だよ、2時間かかって戸田さん漢字が分からないですっていつもまんま1枚必ずボールペンに行くね強気なんだ、そこがすごく強気に書いてくるね、うん、そう、強気に一発聖書を狙いに行きたい、狙いに行きたいからそれでいつもミスするって、ね、はい、まあでもちゃんとみんな書いてるでしょ、まあでもまあね、いや、そう、真剣な顔に書いてます、うん、やっぱちゃんと思いがあるからね、うん、そこには、最後の質問なんですけど、まあ、エントリーシートみたいな感じで入ったじゃないですか、で、まあ、プロ指名を漏れた場合、はい、まあ、にエントリーシートだったら会社からちょっとますますのご活躍期待してますみたいな、お祈りメール、はいはい、お祈りメールね、お祈りメールが果たして LPB から来るんですか、みんなお祈りなんかすんじゃねえやって思いながら見てるやつね、まあ、お祈りメールは来ません、来ませんか、はい、あのドラフトスカウトさんからそういうご挨拶なんかも、あー、いや、ないと思いますね、これもね、いわゆるそう本当にエントリーシートと一緒で、だからドラフトも就活と一緒なんですよ、やっぱりこう
う皆さんね、多くの方が経験したこしたであろう、あの就活とほとんど一緒で、はいはいはい、第一志望がにこうね、最終選考で最終面接で落とされる気持ち、しかも公開的に、いや普通でしょ、もう最終のね、あのみんなさ、ここに行きたいと思ってさ、一生懸命こうね、エントリーシート書いてさ、面接受けてここまで今までやってきて、最後のところでさ、みんなただでさえさ、お祈り目できたらさ、悲しくなって落ち込んだりするのにさ、それを公開的に全国的にやられるというね、確かになかなか辛いんですよ、これは。なのにちょっと皆さん結構こうガンガン行ってきたりするからさ、ちょっともうちょい優しくしてっていうあるんですけどね、まあそんなところもあるから、やっぱこう選手たちにはね、報われてほしいというところはもちろんありますけども、はい、もうその空気はね、私も大学4年生の時は味わったんですから、あの本当、ね、食堂で本当に3人中2人呼ばれて俺だけ呼ばれないみたいな、あの空気は何とも言えない感じですけど ね、 こうね、まあ5年、4年経ってね、ようやくこういう風に話すようになりました、ね、俺は割とそんな、まあ、まあ、俺からね、やでにそういう話するの、ね、あ、そうね、確かに俺が話す分にはそう、ね、難しかったんで、こういう機会があったので、そうですよ、皆さんちょっと温かい気持ちでね、はい、これからもこうね、みんな人生かけた挑戦ですから、応援してあげてほしいなと思います。もう10月26日ですから、はい、この10月26日4時50分からライブ配信、はい、このチャンネルでライブ配信しますので、はい、ドラフト特番的なことをやると思いますので、はい、チャンネル登録でお見逃しなくてもいいですね、はい、ではね、このインディゴ野球大学では野球をされている学生さんだったり親御さん、関係者の方、皆様からのね、野球でのお悩みの方を、受け付けております。応募フォーラムもありますので、そちらからどしどしご応募ください。皆様からの質問お待ちしております、はい、ではまた、コメント登録お待ちしております、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。右のチャンネル登録ボタンを押して僕たちの最新動画をチェックしてください。